これ費用にします。なのでこれ全体でタイマスですね。世の中を明るく照らす日本のタイマスとまんまるお月さん、それでこの3つの物体が回り始めましたら世の中がふわっと盛り上がって明るくなりますように願いを込めまして、一つまり、はい、これがあやとり。大きな鳴り下がって上げている間に2本のバチで肩を叩きます。親孝行は肩打ちのバチ。これ肩叩きですが、やればやるほど肩が凝ります。八方は突き分け、いろんな部分で間に続き、肘でも膝でも、重さが1キロ頭でも、あ、めっちゃ痛い。バチの頭、これが本当のバチ当たり。最後はバチの頭で止まります。宮本武蔵は五目礼儀儀図、はい、素晴らしい。いいね。バチの頭とお尻も使いますよ。義経発想飛び、よいしょよいしょ。バチ同士で挟みまして、バリを宙へと浮かしてもらっていきます。小手返し、片手一瞬離れます。片手返し、両手一緒にもろ手返し、早めの拍手をお願いします。めっちゃ忙しい。早めの拍手や。さあ次の技はね、マジックを見ているように錯覚するかもしれません。このマリがいろんなところにくっついちゃう。吉岡憲法の即位づけと申しまして、おまじないかけますと、なんとマリがバチの側面にくっつく。え、手の甲にもくっついちゃって、再びバチ。あれ、ちょっと、あれ、今日ね、めっちゃくっついてますよ。くっつく、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 雨の仕掛けもないんです。今日は拍手はありません。あの、念のため確認しておきますが、音は自分でやってますんでね。どうでしょうか、皆さんご一緒に、せーの。まさかやってくれると思いませんでした。皆さんめっちゃいいお客さんですね。今度はね、バチの頭に戻ります。出世おこいの滝登り、どんなに実験がしてもマリがバチの頭にすぐに戻ってしまうんです。マリとバチの追いかけっこ、これ家でずっと練習してるとだんだん暗い気分になる技です。伝わります。よいしょ、おー、相手払って相手払い、おー、すみません。右から左、左、右へと自由自在。お前や、親指だけでバランスを取ります。親指試し、はい。さらに今日はもう一つ回転付き、はい、回ってんの見えますか。よいしょ、よいしょ、はい、ありがとうございました。一つまりでございました。おー、素晴らしい。ですね、親戚の集まるというような雰囲気が出てまいりました。まあこういう場合はですね、もう一つおまけの技がございまして、今からこちらのバチからもう一本のバチへと、なんと手を使わずに移し替えます。言ってる意味が分かる？分からない。もう一回言いますよ。今これおじさん手で持ってるよね、うん、これどうやったら手使わずにこっちからこっちに移し替えることができるでしょうか。手が上がってるな。ちょっとじゃあ想像してみてね。おじさんがいながら手を使わずにこっちのバチからこっちのバチにうまく移し替えられたら、皆さん満場一致の拍手をお願いいたします。それでは参ります。お染め久松は通いの終わり。おお、なるほどな。これが実はですね、400年前からね、今に伝わる伝統芸能、伊勢神宮からずっとね伝わっておりますね、伝統芸能大神楽をね、私させていただいております。まあ皆さんはね、
触れていただきたいなと思っております。じゃあね、今日せっかくですからアクションファームの皆さんにね、私も何か残せないかなと思いまして、バランス芸のね、ちょっと基礎をちょっとだけお裾分けしましょうね。バランスが取れたらいいでしょ。何でもバランスが大事でしょね。お肉とね、野菜のバランスとかね、勉強と睡眠のバランスとかね、人生何事もバランスが大事なので、ちょっとバランス芸のちょっと入門編といたしまして、こんな手ぬぐいを使います。手ぬぐいね、これ一応私のオリジナル手ぬぐいです、はい、それ気にしないでください。まあ皆さんのご家庭にあるどんな手ぬぐいでも構いません。まずはね、手ぬぐいを横に畳みますね。畳んだら縦に持ち替えてね、縦でも半分に折りますね。さらにここでも半分、ダメ押し、もう一回半分、合計4回半分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 にしてまいりますと、このような鉢巻きぐらいのね、太さになりますよね。手ぬぐいですから布ですよね。柔らかい布は柔らかいですが、一度このように端っこを持ちまして、ピンと張るだけで、なんと手のひらに立ちます。すごいでしょ。これだと皆さんまあ、壁とかね、痛めないですし、手ぬぐいがあればね、どこでもできますんで、これね、はいはいはい、ね、すごい、ちょっと見てみよう、はい、これバランス芸のコツは、とにかく一番目が動かないようにずっと集中するね。前に倒れたら追いかける、こっちに来たら引っ込める、これも繰り返して、おっちゃんもな、最初1週間ぐらいはバタ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 していたのが、だんだんピタッと止まるようになります。しかもね、背筋も伸びて集中力もついて、おじさんのようにめっちゃ着物の似合う人になりますから、ぜひお試しください。まあ、ちなみにね、どうしても蓬莱屋幸喜さんのその手ぬぐいが欲しいわという方はね、ここにね、下の方書いてますね、 www.蓬莱屋幸喜.com にお問い合わせください。以上、ね、でございました。ありがとうございます。私の持ち時間最後でございます。最後は言葉を言います。